今から始めたいと思います。ちょっと俺がも。開けた？よし。カメラ、俺プロだからこれ。お前そこ持つの。今からこれ一個入れといたら。これ回るんだ。今日の練習は、ちょっと司会しや。今日の練習は、はい、だいたいみんなで楽しくシュートだったんですけど、はい、まあ、自分はタチ君と大輝君とチームで、はい、3人ペアね。はい、まあ、タチ君が先輩でした。お前、めっちゃ、はい、タチ君ちょっとやらかしてました。で、僕は、シュートさんとバラ君です。もうとにかく2人がもうめちゃくちゃうまいっす。全体2位だったもんね。全体2位っす。ちょっと1位ちょっと逃したのが悔しかったですね。1位はマッチ君、マッチ君、久津ぐ、カズ君っす。カズ君キャンプは、まあ、太陽くん、まあ、サッカーはもちろんきついですけど、まあ、その後のサウナで太陽くん、久津ぐ、淳、淳、あと師匠の拓也さんにあのサカツで整わせてもらいますね。自分は人生の先輩でもある師匠、はい、あの人がサウナ入るって立ち上がったら俺らも立ち上がるみたいな射程みたいな。Come on! Happy birthday! Happy birthday! Go, Patrick!
同部屋は誰ですか？お前は？馬渡弘樹選手です。これからいろいろと話していきたいと思います。自分は、まあ、トミ君なんですけど、まあ、めちゃくちゃ俺のいびきうるさい。いびきうるさくて、ほんでトミ君が、夜中に起きて、ほんでそれをもうちょっとあの仰向けになってたら、そうそうそう、そううるさいって言われるから。起こされて、セル横向いてって、横向いてで、2回ぐらい毎回起こされるんですよ。あと耳栓トミ君買ってもらったらしくて、それの効果結構あるらしいです。だって最初部屋移動したんですか？そうっす、あの夜あの抜けられて、あの俺一人で寝てました、初日の2日間ぐらいは。でもそれも気づかんかったよな。気づかんかった。で、して朝戻ってきたのも気づかなかった。最初は大和くんの部屋で寝たらしくて、次の日は太陽くんの部屋で寝たらしいです。あなたみちょ怒ってた。キャンプ中にじっくり話してみたい人は、まあ、やっぱ自分は、まあ、トール君だったり新田君だったり、ボン君と話したいな。韓国語の勉強でも多分あの話し始めが分かんないです。確かに最初でも結構もう日本語うまいよ。確かにねえぐらいしねえ。カムサハムニダと、分からん、もう分からん。韓国語はねえぐらい。なんなんねえって。ねえははいとかうんとかだと思う。キャンプ中にこれやるぞ、これやるぞ、キャンプ中にこれやるぞ、これやるぞ、いっぱい飯食ってごつくなって馬乳に帰りたいです。お前はピッチないわ。ピッチないわ、まあいつも通り安定、去年以上に、はい、あとはピッチ外はしっかり、7時間以上寝ること。絶対寝れてるやん。だって昨日ちょっとあのちょっと遅かった、寝んの寝れへんかった。ピッチ外はやっぱリラックスするの必要だから、サウナとやってるやん。もうマリカ、マリカ、マリカ、マリカで、あれタイガ君を倒す。あでタイガ君が一番強いです。でタクヤ君は、まあ、タクヤ君去年タクヤ君はそんな上手くなかったくない。まあ自分とどっこいどっこいですね。でめちゃめちゃ赤コーラとかぶん回してきてわざと当ててくるんで、ちょっと悪あります。はい、チャンネル登録お願いします。チャンネル登録3万人を目指しております。角度はチャンネルこちょっとここの方がいいんじゃない。チャンネル登録ブラスな、よろしくアップできん、アップできん。じゃあお前せーのでチャンネル登録よろしくお願いします。
せーの、チャンネル登録よろしくお願いします。なんなんそのブレは手振ってるみたいな感じ